新衛隊名誉リング新衛隊名誉リングは、ナチス島新衛隊の古参隊員に授与されていた指輪。ドクロをかたどった指輪であったので、ドクロリングと俗称される。古参隊員を検証するために、新衛隊全国指導者、ハインリヒヒムラーにより1934年4月10日に制定された。古参隊員5000人を対象に授与されたが、 1939年8月からは、基準が緩められ、一定の条件を満たしている、新衛隊員であれば授与されるようになった。最終的には14,500個ほどの授与が行われたとみられている。授与に際しては、訓旗と共に渡された。この指輪の所持は、新衛隊では最も高いステータスの一つだったが、ナチ党の公認を受けているわけではなく、 あくまで親衛隊独自のものであった。指輪は左手薬指にはめることを定められていた。名誉を重んじるものであるため、犯罪歴や懲戒歴のないものだけが対象であった。授与後に犯罪を犯したり懲戒を受けたものなどは、指輪を親衛隊人事本部に返却しなければならなかった。また親衛隊から離れた場合や死亡した場合も返却が求められた。死亡の場合には、 勲気は家族が形見として受け取ることを認められていた。しかし懲罰を受けた場合などは勲気も返さねばならなかった。また、着用資格のない者へ指輪を対応したり、指輪を複製することは法律で禁止されており、違反した場合は罰せられた。指輪の持ち主が死ぬか親衛隊を離れた場合、指輪はヒムラーの元に戻され、持ち主を記念するために親衛隊の聖地、 ベイベルスブルク城のトーテンコプフリングの所有者たちの神殿に収められ、永久保存されることになっていた。また、持ち主が戦死した場合、神衛隊の同士は全力を尽くしてその指輪を回収し、敵の手に渡らないようにしなければならないとされた。回収した後は上官に渡し、その上官が神衛隊人事本部に返却した。指輪をデザインしたのは、 ヒムラーのラスプーチンと呼ばれるカール・マリア・ビリグートである。指輪の外側にはドクロに白用トルーン文字が、指輪の内側にはザナム・リーベン授与者の指名授与 BH ヒムラーという文字が刻まれていた。指輪は戦況の悪化のため1944年10月7日を最後に生産中止となった。指輪授与が中止されると、ヒムラーは残った指輪すべてを ベイベルスブルク城の近くの山に埋めさせたが、その位置は現在不明になっている。1945年1月の時点で生産された14,500個の指輪のうち64%がヒムラーの元に戻っている。また、戦後、多数の指輪がヒムラーの指示通り持ち主と共に埋葬された。終戦まで残った指輪の数は3,500個ほどと考えられており、 非常に少ないためコレクターの間では、希少品とされている。一方で、多数の模造品や贋作も市場に出回っている。ABCDEF ラムスデン、87ページ。ABCDEFG 山下、313ページ。ABCD 学研、84ページ。ABCDE ラムスデン、88ページ。ありがとうございます。